はい、こんにちは。今回はマテリアル入門2回目になります。で、今回ラープっていう線形補完のことなんですけど、やっていこうと思うんですけど、その前に前回1回目のちょっとおさらいをしようと思います。で、ブログの方に書いたんですけど、この宿題っていうのを書いておきました。これの答え合わせをしつつちょっと復習をしようかなと思います。で、まずこれが答えになります。前回はこの RGB を使ったテクスチャーを使いましたけど、これをまあ RGB4 つをアドして、まあちょっと一個一個見てみましょうかね。ここでは R と G をアドするってことは R と G が白になる。さらにその結果に対して B を足すことで RGB が白になります。で、今度はさらに A を足すことで、RGBA が白になりました。で、この時にこの背景だけ赤くしたいんですね。さっきの結果になるには、まあこれになるには。ってことは、背景をどうやって白くするかを考えると、ちなみに1-っていうノードが存在します。これは 1.0 引くこれっていうのをやります。ってことは、1引くこの白部分は0になりますね。で、1引く黒の部分は1になるっていうことは、反転するってことです。こんな感じで。で、その反転した白い部分の方に、まあ、赤をかければ背景が赤くなります。で、最後にここ RGBA を白くしたいってことは RGBA だけを1にすればいいってことになります。 1.0 ですね。つまりここで反転する前の結果って RGBA だけが白かったんですね。なので、この結果に対してこの結果を足すことで完成ってことになりますね。某企業ロゴっぽい、まあ背景が赤の字が白いっていうのがこれでできます。まあ、こういうパズルをどんどん組み立てていくと、まあいろんな表現が、さらに前回やった R だけをまた色変えたりとか、まあここら辺でできるので、まあいろいろまたやって思い出してほしいなと思います。はい、前回の復習でした。はい、で、ここから、ラープっていうのに移っていこうと思うんですけど、まずラープの基本をちょっとやってみましょうかね。まあ、前回の復習も含めて、まずマテリアルを作るところから再度やります。右クリックでマテリアル。で、名前を付けましょう。待ってもいいか。ベーシックでいいや。ラープ。で、一旦セーブして、ダブルクリックで開きます。こっちに来ちゃった。で、マテリアルのタイプをちょっと変えようと思います。デフォルトリッドを、まあ、ライトの成分を無視するようなものにして、ここからまたいろいろやっていこうと思います。で、ラープは右クリックで LERP で、リニアインターポレートって出るんで、これのことです。で、あとは L キーを押しながら左クリックでも出ます。ショートカットですね。で、一旦これでやってみましょう。で、ラープの基本は、まず2色ちょっと作ってみましょうか。1番というか1つ目は赤。2つ目は緑にして、刺してみましょう。で、このアルファに対して、今 0.5 が入ってますが、一旦0を入れてみましょう。赤。次1を入れてみると緑。つまりはこの0の時はこの A を出力して、 B の時は1を出力するっていう機能というかノードです。で、0.5 を出力すると何かっていうと、この赤 ×0.5
緑かける0.5 がここで出力されます。まあ、つまり例えば、これの 0.5 だから0.500 プラス緑のかける 0.5 だから 0.5、この色が出力されてます。ちょっとこのビューポートと色は違うんですけど、この色が出力されてます。まあ、スタートプレビューノードで見てみると分かるんですけど、この色出てますね。でこっちのスタートプレビューノードってやると、まあ、全く同じ色なので、まあ、ちょっとビューポートとはここの色が違いますけど、同じ結果が出てるってことになります。で次に、これはシンプルな例ですけど、ここ、まあ、一番の使い方は、例えばフレネルっていう機能とか、テクスチャーを赤と白分けたものを、赤と白じゃない、白と黒分けたものを好きな色に出力するっていうのが、白側は赤にしてとか、まあ、黒側は緑にしてっていうのができたりします。ちょっとそれ具体的な例をやった方が分かりやすいのでちょっとやりますね。まあ、こういう分かりやすい、まさにっていうテクスチャを用意してみました。ここが白、ここが黒、つまり0、1、0、0.5 みたいなものですね。にこういうテクスチャを用意して、まあ、入れてみると分かりやすいですね。さっきの結果、1、つまり B がここに出て、0、まあ、A ですね、がここに出て、0.5 グレー、50% グレーはさっきの黄色が、まあ、0.5R0.5G0.5B0.0 っていうのになります。でこの 0.5 とか言ってますけど、16進数というか、FF、Photoshop とかだと結構0から255とか使うんですけど、まあ、ゲーム開発だと多くは0から1ですね。すべて0が黒、1が白みたいな使い方が、まあ、基本ですね。これがラープの基本です。いや、ちょっと応用をさらにやっていこうと思います。次に用意したのはこういうテクスチャーです。前回の文字盤とは違う感じですね。でこれでやりたいことをちょっと、4色あるんですけど、まあ黒はそんな使わないですけど、この4つに好きなテクスチャーを割り当てるっていうのをやってみようと思います。でスターターコンテンツが一緒に、インストールされていればそこから使うのが早いですね、サンプルのテクスチャーを。で今回4つだけちょっと選んでみようと思います。まず草、どれでもいいですよ。次この火っぽいのにしようかな、ちょっと見づらい。じゃあこのレンガと、わかりやすいやつ、木にしましょうかね。ウッド、これをブレンドしてみようと思います。はい、じゃあまずこれ使いますね。で先ほどのラップをちょっとやってみます。で、前回の復習なんですけど、まあ、R に何が入ってるかをちょっと確認してみます。R だけだとここは赤ですけど、まあ、白黒の情報として出力する場合は左上だけが白になって他が黒になっているって情報になります。で、ラープを使って1の時、1のここだけはどのテクスチャーを指定するかっていうのを入れてみましょう。まあ、1はここ、まあ、つまり B に出力なので、まあ、一旦アルファに入れちゃって、じゃあこの1はこの炎にしてみましょうか。で他は、草原にしてみます。じゃあまた見てみましょうか。まあ、こんな感じになりますね。じゃあさらに重ね分けしていきます。今度は B をちょっと見てみましょう。B を入れてスタートプレビューノード
で、今度ここ白。じゃあ、この白に何を入れようかなって考えてみましょう。じゃあ、また、アルファだけ刺して、B は、じゃない。このレンガ。で、それ以外はさっき出力したこの結果。この赤と、この結果を入れてみましょう。で、この B、また見ますね。B の結果、ここだけ変えて、他はこれにする。この結果見てみると、この3つが出力できるようになりました。で、次に B。今度はここだけ。まあ、ここまで来るとなんとなく分かってくると思うんですけど、まあ、この黒い部分は先ほどまでの結果を、この3種類になりますね。炎っぽいの、レンガ、草です。このブルーチャンネル、ここだけ白かったので、ちょっとショートカットで L キー左クリック、この結果と、このブルーの結果で、最後にウッドを入れる。で、これはもういらないんで消して、スタートプレビューノードで、見事4つのテクスチャーを使うことができました。1つのこのテクスチャーで。で、これの使い道のは、結構やるとしたら、背景で頂点カラー RGB とか使って、崖のところは崖のところは崖っぽいテクスチャーにして、平坦のところは草にしてっていうのなのを、頂点カラーで背景のモデルデータに入れ込んで、こうやってテクスチャーを切り替えるというか使い回すっていうのはよくやったりする手法です。で、こういう使い方、頂点カラーとか RGBA のデータを使ったブレンドっていうのが一つ考えられます。こんな感じですね。じゃあ、さらにもう一個応用やりましょうか。このフレネル、フレネルっていうのは、カメラから見てこっちは、黒っぽいの返して、この外側90度、目線と90度横からというかは白を返すみたいなものがフレネルになります。ちょっとパラメータを変えて、こういう感じですね。で、この結果も、これはモデルと、そうですね、放線方向とカメラに依存しているので、基本どんなに回したりしてもこの結果が続くっていうのがフレネルです。常に外側が白くて目線方向は黒っぽくなるっていうのが、こういうのもラープと組み合わせてよくいろんな表現をしたりします。例えば、外にオーラみたいなのをまとうとか、この白い部分だけですね。この表現はゲームだともうめちゃくちゃ多いし、マストというか、覚えとけばそれっぽくなるなっていうのがすぐできます。例えば、この白い方だから B に入れて、よくありそうな、ブルーっぽい光が出るような感じにしましょうか。で、3番で左クリックでこれ出るんで、コンスタントベクターみたいな名前忘れましたけど、入れて、最後に、エミシブにつなぐ。で、プレビューを外す。外側がちょっと、フレネルのパラメータがあんま良くないですね。色も良くないかもしれないですね。もうちょっと黒い方が分かりやすいかな。よいしょ。こんな感じなのがすぐできます。で、もうちょいちょっと遊んでみましょうかね。このエミシブっていうのは、1.0 を超えると発光するブルームのポストプロセスが発動するようになってます。このエミシブっていうのは。
なので、1.0 を超えるような計算をこの外側だけにしてみましょうか。例えば10入れて外側だけ更新、100、こんな光ってるっていうのができます。8外側だけっていうね、っていうのもできるし、あとはどうしようかな、テクスチャーをちょっともう一回なんか入れてみましょうかね。ロックとか、内側はロック入れて、ちょっと大きいな、大きいけどまあいいです。で外側、例えば焼けてるような、一発でできるか分かんないな、分かんないですけど、ちょっとやってみましょうか。フレネルで3番をして、まあ炎っぽいの、これでいいかな、とりあえず。で炎をアドしてみましょうか。で外側に入れてみるとどうなるかな、こんな感じになりますね。でさらにちょっと強くしてみる、光を、まあこんな感じでマテリアルって作っていくんですね。なんとなくもうちょいいい感じでっていうのがやっぱ、こんな感じかなっていうのを何度も繰り返すっていうところですね。でさらにさじ加減をどんどん入れていくんですけど、例えばこう一律で入ってるからなんかそれっぽくないなっていう時は、まあ、このフレネル側のを加工していくとか、テクスチャーサンプルっていうのでテクスチャーを使えます。で例えばノイズみたいな、ファーリンノイズっていうのがあるっぽいので、スターターコンテンツかわかんないですけど、スターターコンテンツに入ってますね。じゃこれをかけてみようとか、そうするとなんか端っこがモヤモヤってなるので、なんかよりそれっぽい雰囲気が出そうですよね。これを使ってみようとか。でストッププレビューで、それでもやっぱ全然わかんないですね。全然わかんないけど効果ないやとか、まあそういうのがどんどんつなぎ替えるとかで分かってくるので、まあそれはそれでいいことかなと思います。まあ極端にこう内側が赤みがないから気持ち悪いのかもしれないとか、だからちょっと足そうか赤みをとか、まあ、そういうのの繰り返しなんで、ただとはいえやっぱこのラープっていうのがやっぱ主軸となって、こういう内側だけちょっともうちょっと変えようとかっていうのはほんとよくやるので、このラープさえ覚えればなんかいろんな表現が見えてくるノードとは思ってます。まあ、トゥーンシェーダーとかもね、このこういうトゥーンシェーダーも全く一緒なんで、このフレネルを0と1にしてこういう表現にしてるんで、でこれ入れてみようかな、うわ全然違ったとかね、まあそんなもんだなと思います。でこういうのをちょっとねちょいちょいやってると時間があっという間に過ぎてくんで、おすすめです、おすすめというか面白いですよっていう、ちょっと なかなかいい感じにならないですねっていうのをひたすらやるのがマテリアルの面白さっていうところなんでしょうかね。じゃあせっかくだから最後にこれもやってみましょうか。このトゥー風なやつですね。でこれはこれもフレーネルを使います。で0にして、でこれを日化するっていうのはバリューステップみたいなノードが存在してるん でこれにグラディエント、こうグラディエントはこれですね、入れて、これでいいかな、このマスクオフセットバリューっていうのにでコントロールします。
マスクオフセットバリにしてみましょうか。で、0.5 ぐらい、まあ適当です。あとで、マテリアルインスタンスにして確認した方がこういうのはいいと思います。で、ストッププレ、うん、なんか輪郭線っぽくもなりましたね。ただやっぱ 0.5 だけどなんか違うな、どんな値を入れれば最適になるんだろうっていうのは、この段階で分かりにくいので、まあ一回セーブして、マテリアルインスタンスとして調整してみるっていうところです。これをマテリアルインスタンスにすれば、パラメーターにした部分がもうすごい、コンパイル済みのマテリアルなんで、即座にこれ、リアルタイムにこう、変えられるので、でこう、こういうのも発見だと思うんですね。あ、1超えたら逆から出るんだみたいな、へえっていう、まあ、そういうのもやっぱこれはこれでプロシージャル的な観点で面白さがあるなっていうところですね。うん、外は黒、こっち、うん、外は白っていう、こう適当にいじったら適当に良い結果がなるっていうのも、まあ、想定外の出来事でいい表現が出るっていうのもあるので、まあ、これはこれで面白いなっていうところですよね。で、マネキンを選択して、この夜間押せば、こう実際に適用した結果が見れるので、うん、内側黒でもかっこいいっていう。まあ、かっこいいですね、なんか。うん。うんうん。まあ、白、うん、こちらとなんか、いつものマネキン君にほぼ近いんですけど、これを変えるだけで敵みたいな、見た目になるっていうのはいいですよね。はい、こんな感じでラープっていうのはもうマテリアルイコールラープぐらいに思ってもらった方がいいかもしれないですね。うん、本当にいろんなところに使うので、まあ、これ、うん、覚えとけばフレネルと組み合わせて外側だけ発光したりとか、起こった状態遷移とか、もうほん、うん、氷っぽいのを作るとか、もうほんといろんなのができるんで、ぜひこれ活用してなんかいろんなマテリアルを組んでみてほしいと思います。まあ、ラープやれれば何でしょう。ほんとどんどんマテリアルが面白くなるんで、ラープを使いこなすと。なのでほんと、うん、自分のキャラクターとか使って、なんかね、例えば日のトゥーンシェーダーみたいなのやって、外側は濃い影色みたいなしたりして、ちょっと遊んでみると、まあどんどん面白くなっていくと思います。はい、今回はラープの紹介と、まあ、応用、いろんな応用の解説となりました。はい、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。